はい、こんにちは、サラダです。今日はメセンの種の、花はせと魔玉を巻いて、約2ヶ月過ぎたのでちょっとその様子を撮っていこうと思います。で、そのさらに1ヶ月前ぐらいに巻いたリトープスからちょっと現在の様子を見てもらおうと思うんですが、まあ順調に大きくはなってるんですけど、なんか取り立ててどうということはまだないですね。でちょこちょこやっぱ死んでいく株がおって、あの突然白くなって消えていくみたいな感じなんですけど、なんかそれの原因とかがよくわからないんで、ちょっともうなんか株ごとの力がそこまでなんかなって感じで、ちょっとずつ数を減らしながらですけど、まあ一応全体的には順調に進んでますね、成長が。でこの後に及んで、もう巻いてから3ヶ月ぐらい経つんですけど、そろそろ4ヶ月近くになるんですけど、あのだいぶ遅れて生えてくるやつとか持ったりして、ちょっとまあ当分はこのままの管理を続けた方が良さそうな感じですね。でたまに死にかけたやつを別で移して、まあ、他の植物植えてるところに適当に端っこに植えて、あの水多めにやってみたいなことやってるんですけど、やっぱあの水切れがめちゃくちゃ早いんで、ちょっと腰水もまだやめるのはやめてた方がいいかなって感じで、ちょっと腰水のままの管理を続けようと思います。花はせの方なんですけど、こっちは巻いて今でほぼちょうど2ヶ月、デロスペルマアシトニー花はせです。これが今一番順調で、もともと最初から成長早いなって感じだったんですけど、もう本葉っていうんですかね、2枚目の葉っぱが出てきてます。動画でどれぐらいわかるかわかんないですけど、細かい毛が生えてて結構可愛らしい感じなんですよね。でこれ見てもらったら分かると思うんですけど、一部葉焼けしてて、っていうのもあの、まあ、他の動画でもちょっと言ったんですけど、年始に、年末やったかな、ライトを新調して、その時にちょっと明るさが急に変わってしまったんで、そのライトを変える前からいてるやつは葉焼けしてるんですけど、この結構青々としてるやつらはライト変えた後に生えてきたやつらで、こいつらはあの今のライトに順応したような形なのか、今じゃ葉焼けするような様子もなく元気に育ってます。これ根もね、結構この今わかりますかね、真ん中らへんの白いやつとかが根なんですけど、結構あちこちに広がっていってるみたいで、たまにこうやって土の上に出てきてしまうやつもいるんですけど、結構根張りもいいみたいで、もしかしたらリトープスよりも先に鉢上げしたりするかもしれないですね。まあ、若干なんか手狭なところもあるんですけど、ちょっと場所を調整しながら、これもこのままの管理もうちょっと続けようかなと思ってます。この時点ではどんなタイトルをつけるか別に決めてないんですけど、多分タイトルとサムネでもう分かってると思うんですけど、魔玉がまあ見事に全滅ですね。これもね、ちょっと動画でどれぐらい綺麗に映るか分かんないんですけど、ちょこちょこカビが生えてるんですよね。なんか前に撮った動画でも、もしかしたら根毛やったかもしれんけど取り除いちゃったみたいなことを抜かしてたんですけど、まあカビでしたね。で見事にカビにやられて、一応ギリギリ順調に進んでたやつも最終的に死んじゃって、今も発芽してるのゼロの状態になりました。っていうのも原因はもう結構分かってて、この外側に使ってるこの容器の耐熱性があんまり高くなくて、それにビビってこいつだけ熱湯をちょっと甘くしかかけなかったんですよね。他のやつはもう沸騰させたお湯ガンガンにかけたんですけど、これだけちょっとなんか土んとこだけ
で済ましとこうみたいな。で土のとこにも多分十分熱湯が全体に行き渡らんぐらいの量しかかけれなかったんで、まあ十中八九それが原因でカビたんやろなということで、ちょっとね真逆のリベンジを今回しようと思います。でせっかくリベンジするならもうちょっと真面目にやろうということで、今までひたすら金をかけへんようにしてこの紙のそのまま売れるような鉢ですね。これ12×3 枚で100円、まあほぼ金かかってないようなやつなんで、ちょっともうちょっと真面目にやろうということでプラ鉢使って、あとこれも買ってきて便利とで種も一回ちゃんと消毒してから植えようかなという感じで、まあネット見ると便利と1000倍希釈でいいということなんで、もともと1リットルに1袋溶かしたら2000倍希釈ってことなんで、まあ500のペットボトルで溶かして1000倍希釈にしてます。種がねこれまたちっちゃいんですけど、前にも見てると、まあ、見てくれてる人は見てると思うんですけど見づらいですね、ピントもなかなか合わないですけど、これがね真玉の種なんで、まあ、結構残りの数もねそんなにめちゃくちゃ多くはないので、もういっそあれやつ全部巻いちゃおうかなと思います。で、このベンレートにつけるときにそのまんまやるとこんなちっちゃい種多分どっか行っちゃうんで、このお茶パックに入れて、まあ、ベンレートにこう浸すような形にしようかなと思います。これも画面見てたら確実に種見失うんで、ちょっと黙って画面見ずにやるんで、ちょっとどこにどう映るかは分からないですけど、まあこんな袋に入れるのもあんまり良くないみたいなんですけどね、まあ、結露でカビたりもしやすいんで、家にちょうどいいものがなくて、まあ、今後はそれこそこのお茶パックに入れて管理すれば通気性もあるんでいいかなと思いますけど、完全に手の感触だけでやってる感じでもう見えてないですね、画面にも映ってないでしょうけど、はい、多分全部回収しました。もう全く見えないですけど、一応これで閉じて、一応うっすら見えますかね、前にちょこちょこっと見えてますけど、とりあえずこんな感じで便利と1000倍希釈液に付け置きしておきます。時間は適当にしようかなと思ってるんですけど、まあだいたいネットで見ると一晩とか置いてる人が多いですね。でも今普通に昼間なんで、とりあえず今から熱湯を沸かして土に熱湯をかけて消毒して、それが冷めるまでぐらいでいいかなと思って、まあだいたい数時間 2,3 時間程度になりそうですけど置いとこうと思います。はい、じゃあ土を熱湯消毒していきます。ちょっともう熱湯ダバダバ入れるつもりなんで流しでやってます。土はいつも通りセリアで買った100均の種まきの土です。はい、熱湯かけたんで、あとはラップして冷めるまで放っときます。はい、漬け置きして約3時間経ちました。土の方もいい感じに冷めてますね。とりあえずこいつを取り出して巻いていくんですけど、この漬け置きしてた便利とはそのままなんか腰水の水に転用してもいいらしいですね。っていうのもそういうブログを一つ見つけただけで、なんかソースとしてはちょっとどうかわかんないですけど、まあ、もったいないなっていう気もしてたんで、まあ、使えるならちょっと使わせてもらおうかなって感じですね。土は冷めてるんですけど、こう熱湯をやった上に改めて便利ともかけておきます。で、あとはこのちょこちょこ見てますかね、種をまいていくんですけど、前は指にひっつけてパラパラって巻いてたんですけど、
まあ、これびちゃびちゃなんでちょっとそうするのが難しいんですけど、これもネットで調べてるとなんか爪楊枝でつけて一個ずつ丁寧に巻いてる人がいたんで、ちょっとそれを真似させてもらおうかなと思います。これなかなか大変ですけどね。まあ根気強くやっていくしかないですね。ちょっと湿らした爪楊枝についた、こんな感じで爪楊枝の先につけて一個ずつ巻いていこうと思います。これは動画撮りながらやるのは無理ですので、巻いた後からちょっともう一回動画撮ります。はい、巻けました。多分10分以上かかったんですけど、今このお茶パックの袋を裏返しにひっくり返しながらこのマチのとこ広げて角についてるやつも全部取ったんで、多分全部負けたと思います。最初はねちょっとなんかまんべんなくせっかく一個ずつ巻いてるから巻きたいなとか思ったんですけど、正直前に巻いたやつが見えなくなったんで、ちょっともしかしたら2個ひっついてるとかもあるかもしれない。ちょっとね生えてくるまでわからないですけど、まあ多分まんべんなく負けたと思います。で、さっきも言ってたんですけど、干し水にもうこのまんまつけてたこれを転用しようかなと思うんですけど、溢れますね。はい、まあ水はどうせまたそのうち変えるんで、最初の干し水はこの便利と入りの水でいこうと思います。またこれも、ね、いつも通りラップして湿度高めて発芽を待とうと思います。でちなみにカビカビやった方なんですけど、これも冷めるの待ってる間に上からビタビタに綿冷凍かけまくって、まあ、一瞬なんかちょっと勢いよくかけすぎて、まあ、田んぼ状態になってしまったんですけど、そのせいで種が埋まっちゃったんで、ちょっともしかしたらそのせいでダメになるかもしれないですけど、もし救出できたらいいなと思って一応もう一回便冷凍をかけて再チャレンジということで、とりあえず真玉ね、このリトープスとデラスペルマーシトニーがうまいこと言っただけにちょっとこいつが残念やったんで、しかも原因が明らかやったんでね、リベンジということで、今回は真面目に便冷凍でカビ対策もして熱湯もいっぱいかけて、まあこれでカビたらもう無理やでって感じですね。まあカビ編にしてもとりあえず発芽まではしっかりとりあえず行ってほしいですね。はい、とりあえず、花はせと真玉の巻いてから2ヶ月の様子と、真玉のリベンジってことで改めて巻きました。まあ、今後またどうなるかねわからないですけど、まあまた進捗あったらまた動画にしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。